ごめんなさいね、ちょっともう一回、今ちょっとファイルサイズがいっぱいになっちゃったんで、ちょっと動画わかりますけれども、そんな感じで一日ほとんどスケジュールして休まらないんですけれども、まあ、夕方6時ぐらいから、6時、5時から5時とか6時ぐらいから、そこから、睡眠をとるまでの時間ですね、その時間が、まあ、唯一、まあ、携帯ゲームをやったりですとか音楽を聴いたりですとかっていうゆっくりとできる時間があるんですけれども、まあ、なので休みの日はですね、ぐっすり眠りたいんですね。まあ、こんなの社会人みんな当然のことだと思いますけれども、休みの日はぐっすり眠りたいと。多少の夜更かしもしてね、前の日ゆっくりそれまで毎日毎日朝起きて働いて帰ってきて飯食って寝て、朝起きて働いて飯食って寝てみたいなことだけ繰り返してて、次の日休みの日ぐらいですね、いろいろちょっと羽目を外したいんですね。その羽目を外してちょっと夜更かしするから、余計に次の日ちょっとゆっくり眠るんですよ。でもそこは休みの日だからぐっすり眠るわけです。誰に文句言われるような筋合いもなくね。年金も払ってるし保険も払ってるし、なんか文句言うような筋合いもないんです。だから、そういった中で、ゆっくり眠っていたら、そこのところだけね、切り取られてね、ほらこいつはこんな風に毎回ぐーたらぐーたらしてゆっくりばっかりして、そうやってなんかぐっすり眠ってるようなぐーたら野郎、怠け者野郎だみたいな感じでそこだけ切り取ってやるような人間もいるかもしれないね。この日本の多くの人は、あるいは一般人のその多くの人たちの価値は何だ、あれどこ行ってた、俺じゃない、俺じゃない、オレンジ、あれどこ行った、オレンジがなくなっちゃった。まあ、ただそういうふうな、あった。まあ、その一般的な認識としてね、そういったものっていうのは、守られてるもの、そういうふうな、個人のね、私生活っていうものは、そういったものの情報っていうのは守られてるものっていうふうに捉えてる層もいるかもしれないですけれども、まあ、それは甘いなという。そういったところっていうのを、個人情報っていうのを平気で盗み奪って、そういうのを覗き見てると層もありますよという。人工衛星やらドローンやらいろんなもの発達してますからね。うん、まあ、そういうところで変な噂っていうのを立てられてるような、そんな価値観に、そういうふうな危惧をしながらですね、日々生きている。そんな中で毎日ストレスを覚えながら生きている、統合失調症の頭のおかしい精神障害者の障害者手帳を持っている人間なので、そんな中で、そんなストレスを抱えながら、毎日独り言が止まんなくなったりしながらですね、ストレスを抱えながら働きながら朝から晩までなんか体休まらねえ、なんかリアルしてるな、なんかってイライラしながら独り言が止まんなくなったりしながらですね、生きてるんですね。なので休みの日がぐっすり眠りたいと。でそのぐっすり眠った休みの日さえもそういうふうなもので、何かしら悪い噂を立てるためのものに使われるっていうのはもうたまったもんじゃねえとって話なんですね。そうすると余計にどんどんイライラしてくると。そういうふうな悪循環をなるべく作らないようにするために、このようなところで、このようなそういうところを、そういうふうな悪い行いをするところに対してこのように言及をする、抗うということを繰り返さなきゃいけないんですね。そういうふうにやりながら僕はずっと生きてきました。で、今もまたそれを繰り返しています。これからも続けます。まあちょっとですね、髪の色がだいぶハイカラ、なんだこれ、この黄色ダメだな、こっちに切ればいいや、だいぶ色がですねハイカラな感じになっちゃってますね。まあ本当はね、もうちょっと落ち着いた感じの髪にしたい、髪質にしたかったところなんですけども、まあでもアニメだとか漫画のキャラクターだとかね、こういう小説のキャラクターとか、そういう風な二次元の世界だからこそこう許されるデザイン性みたいなのが、やっぱりそこでだから許されるっていうものって、なんか本来はこう創作作品には大事なものだと思うんでね。髪の色もそうですよね。こんなの職場にいたら、お前髪の毛染めとこいよって話になっちゃう、なっちゃうからね、これ。でもそこは創作の良きところでありますね。創作作品もね。と目はね、どうしようかな。目もね、これは。
っと待って、このねちょっと薄く塗って、薄く、この、ね、薄く塗って、ちょっとね男の子がね目このような赤らんでる色ってちょっとねあんまりね、まあちょっとこれだと BL をちょっと彷彿させてしまうような感じになっちゃいますけども、まあ、そういうふうなやらしいことでは、やらしいっていう言い方も変だけど、あんまそういう感じではなくて、この内気な感じを表現したいんですね。このベネルちょっと、じゃあこれかな。なんだこれも出ない。まあペチャクチャとよく喋るやつかもしれませんけれども、まあこの絵を描きながら、この絵を描きながらのこのシリーズはなるべくいっぱい喋るようにしてます。っていうのは動画自体が長いじゃないですか。これね長いので、まあ絵だけ描いてる姿だと、あ、ところだとだいぶ退屈だろうなっていう。でなるべく少なくてもね、この自分が楽しくさせたいなというふうに思うその努力としてはなるべくおしゃべりなんかも交えるというふうに思いますね。まあ僕がこれいろいろ喋っていることを球団、あ、何ね、球団というかこう、なんていうんですか、毒に近いような、毒舌といったものに近いような話もしているので、耳が痛くなる話も、人によっては耳が痛くなるなと思う話もあるかもしれないので、そういう立場にしてみたら死ねばいいと思うみたいな話かもしれないけど、僕は、その、僕の、この倫理観価値観に合う人以外別に見てもらいたくないのでね、うん、盗み奪うのに手一杯で、間違った、また言っちゃった自分の名前、社長にそのようなこと、そのような、耳が痛くなる話をされる分はいらないみたいな感じの人間たちに見てほしいと思わないからね、うん、下はねちょっとちょっと濃いめかな、こっちかな。うん。まあまあ、ってこれなんだな。あ、ちょっと待って。このシワに対してね、こう先に濃いめの色の方をつけていくっていう感じで、ちょっと今回はその順番でやってみたいと思います。まあその時その時によって、ね、順番これ、バラバラですね、毎回僕の場合先に全体描いてからこの影の部分を描いたりすることもあるし、その時によって違います。まあちょっと、ちょっとこれ濃いな、ね、ね、本当はね、これね、いろいろ間違ってる。本当は、下にね、もう一枚こう、紙を引くっていうのもしなきゃいけないですね。これちょっと忘れてましたね。これにじんじゃうんだね。これそのまま書くと。うっかりしちゃうんですよ、こういうもの。で、やっぱね、色合いはね、毎回ね、これ確かめながらやった方がいいと思います。こういう微妙なグラデーションを作りたいときは特に。ほんの多少の薄さ、濃さ、その濃ゆさの違いというもの、色の濃度ですね、その違いというものっていうのを必ず細かくね、確かめながら描くっていうのが本当にね大事なんだけど、今全然やってなかったな、本当にね、ボンミスですね。これなんか喋りながらだから、もう集中してるよりも全然集中してない感じもありますしね、ながら作業になっちゃってるからね。本当はどっちかにしながらやるのがいいんですけれども、ギター弾きながら歌ってるみたいな感じですよね、うん、ありゃいや、ギター弾きながら別に歌いますけど、
ていうか、まあ、ずっとそういう弾き語りやってきましたけれども、まあ、何せ僕は音痴ですからね、僕のチャンネルに、曲がいろいろ載ってると思いますけれども、ジャイアンリサイトにしか聞こえない人がほとんどなんじゃないでしょうか。まあ、不買運動っていうのを常にされてるようなイメージで生きてますから。今ちょっとまた自分でも名前言っちゃって、社長の動画をそうするそうスタンすることっていうのが仕事みたいな、そんな風な人たちに囲まれてるようなイメージで僕は生きています。なので、そのようないじけ根性、へそ曲がりな人間というふうに、そういうふうに、もしそれが事実だったとしても、そのようにこのように発言していることをそのように言われるような、追い詰められ方をしながらずっと生きている人間なんですけれどもね、僕がですね、社長がですね、上げてるこの動画に関しても再生数なんか10回とか、ね、20回なんかいかないですね、ね、どれも何回見かしても、何回たまに再生数上がってるかなと思ってチャンネル覗くんですけど、全く上がってないし、誰も見ちゃいないって話でね、僕は一人でずっと独り言喋ってるだけのしょうもない世界です。で、例えばこの私のこの動画でアンチコメントの山、笑い物にするようなコメントがたくさん咲いていたとしてもですね、僕全く それを感知することはできてないですよ。なぜかというと、それもしそのような動画サイトやら何やチャンネルかというと、それこの僕が撮ってるところっていうのをミラー、あるいはそれっていうのをそのままプリントアウトしてミラー配信や何やして、あるいはそれをダビングしたかのような VTR 状態のところでそれをコメントが咲いてる状態ですからね、犯罪ですからね。これもか、これ一回確かめないとな、これ大丈夫だ。でまあ、曲演奏あの曲を作ったものっていうのを上げて、つい最近灰色と水色という曲を載せましたけれども、あの曲っていうのも全部僕が、演奏ミックス全部僕やってます。ドラムとかは生ドラじゃないんですけれども、打ち込みで作ってます。ドラムマシンが内蔵されてる MTR なんですけれども、それで自分で作ってます。リズムっていうののパターンもいろいろあるんですけども、そのパターンも応用しながら活用しながら、でもまあ、ね、あの自分の作るサウンドのリズム感とかに合わせるとどうしても自分で打ち込んでいかなきゃいけないところがほとんどなんですね。なのでまあ自分で作ってます。でベース、ギター、キーボードですね、全部自分でやってますね。誰か協力者がいるだとか、そういうの増えてる人間たちがいるような中に来てますけれども、そいつらが嘘ついてます。自分で作ってますよ全部。でも今ね、打ち込みサウンドでね、すごく綺麗ですからね。本当に僕はね、ロートルなのでね、MTR というマルチトラックレコーダーっていうものを使っていてですね、今そのパソコン技術だとかでソフトとかであるレコーディングのものっていうのは僕使ってないんですよ。で、それでもそういうとこ本当綺麗、本当嫌味とか何とかじゃなくて、本当にそういうソフトだとかってね、エンジニアが使うようなそういうようなものっていうのは、本当に音響もその作るミックスする上での音響の多分イクライジングだとかっていうのもね、本当に細かくできるしね、すごい綺麗ですね。だから本来は僕もそういったものっていうのに移行していって活用していきたいんですけれども、その僕の使っている MTR マルチタックレコーダーっていうのは、まあやっぱり限界がある。ミックスの上ではね、限界が出てきてしまうんですけれども、ちょっとミックスも何もねえなってところもありますしね。ただまあ、そのできる範囲内で僕としてはいいサウンド、いい音響を作れるようにっていう風に工夫しながらやってます。ただまあ、そういう風ないろいろソフトがある中で、今いろんな打ち込みだとかでより幅広く、またいろいろな音の使い方、遊び方っていうのがありますから、なので、まあ、僕の作ってるサウンドで参考にできるところっていったら、まあ、演奏の面だとか展開ですとか、そういったものかな。音響関係のものだとか、そういったものに対して何かしら興味がある場合だと、そういった現代のソフトというものをですね、どのように駆使するかっていう風なものに関しては弱いのが僕のサウンドなんでね。
例えば、冒頭で、エピフォンのギターをですね、紹介しましたけれども、まあ、ああいう風なギターっていうのを使ってた頃、ああいうのが主流だった頃の時代のアーティストさん だとかのね、サウンドっていうのはさ、もう本当ミックスも何もない本当に レコードとかの時代っていうのはね、そういったものっていうのを今の時代で聞くと古くせとしか思わないんですよ。今みたいに綺麗なクオリティのサウンドではない。まあそれが、僕の環境っていうのは、僕の持ってる環境っていうのはそこがと古いんですね。何世代か前ですね。何世代、結構世代前ですね。そのクオリティとしては2000年代の初期ぐらいのクオリティじゃないですかね。なんでだいぶ古いですね。だから古代文明やら遺跡やらっていうふうに揶揄されても不思議はないというのはそういうことですね。ヘブライ語やら紀元前やらとかって言われるような、そんなふうにバカにされているような価値観の中にいるんですけどね。でまあそういうふうに揶揄であり比喩されても仕方ないんじゃないかなっていうぐらいの古い機材を使ってます。古い機材、またその古いシリーズのものですね。パソコンとかのに移行してパソコンとかのソフトを使った方がやっぱりクオリティの高いものはもうほとんどすごく多いですね。そのレコーディングにパソコンっていうのがあまり僕は結びつかないんですけど、まあそれがロートルなんですね。その石化してる状態ですよね、化石状態ですね。現代のその流れ、そういったものの水の流れの中にいない石化しちゃってる状態ですね。まあ、遺跡と呼ばれる、揶揄したり比喩されるそののが中国と同じなというのはそういうところですね。本来のその時代の流れ、そういったものにやっぱりその水の流れ、その滞りなくその底の中に流れにいるというものはやっぱり何かしらそういうふうな時の経過というものに対して敏感でないといけない、時代の流れというのに敏感でないといけない。そうなってくると、いわゆるそういう自分以外のところの時の流れというものに対して察知する何かしらツールがないといけないですね。それが今現在はインターネットだとするじゃないですか。パソコンやまたスマホの、まあ、いろんな SNS が発達していますし、ニュースもなんかたくさんある既存の新聞だけではないじゃないですか。今自分たちが例えばホットニュースを追いかけたいっていうふうに思うときに、そういったものを扱っているツールはたくさんありますよね。昔からある、それこそ遺跡のようにずっと続いているものだけではないんですよね。ただそういったもののツールとしてインターネットっていうのを僕はほとんどやっていないので、パソコンっていうものに移行していくっていうものがやっぱり生活圏内としてインターネットがあまり活用されてない生活をしているので、あまりこうそこに移行するというふうに気持ちが乗らないんですね。よし、まあこんな感じで、まあ、全体にちょっと色をつけました。で、まあ、これたちまた影をちょっとつけたんですけども、まあ、色これもね、色がねちゃんとどっちかなっていうのを確かめながら、色がとっちらかってます。こういう風に影をねつけていくんですけども、このシリーズでは男の子自体、男性キャラっていうのがまだ今ほとんどあれ書いてないですね、このシリーズでは。なのでやっぱり男の子を描く場合と女の子を描く場合、女性を描く場合、男性を描く場合っていって、やっぱりそのこう変わってきますよね。あまり色っていうのはやっぱりあんまり足しすぎたくないですね、男の人の場合は。
まあ、男にあんまり色がねありすぎるとねちょっと、その男らしくないんで、自分が作るキャラクターのその男女の観念っていうのはなんか あんまこう固定観念はそんなないんですけど、やっぱ男にしたいっていうふうに思うとよりそこから外れたくないっていうふうには思うんですよね。まあ、この電池のところで色がとちらがってるんで、あれ電池がなくなる。ごめんなさいね。まあ、すでにこの色がとっちか散らかっちゃってる状態なので、なのでまあその定義というものは曖昧だったということなんですけどね、必ずしも男だからこうやってなる、その定義っていうのは曖昧なんですけど、ただ、まあ、できる限り男なら男というものはなるべくしたい、そこを分け隔てたいっていうのもある。そこの何とも言えないそこのバランス感覚っていうのは自分でしか、己でしか、こうそのさじ加減とか上げられない。ここはそのチャラしたくないなと、この辺はチャラチャラさせたくないな。でもここははっきり言えば男にしておきたいなっていうところの、そこのバランスなんだよな。これね、ここはね間違ってる。ここね、ここ耳だ。ここはあれ、この辺がもうなんとなくそのなんていうのかな、もうちょっとね、なんていうんですかね、こうしっくりくるデザインがなかったかなと思うのはね、これ色合いだな。これ何かが違うと思ったらこれ色合いですね。なんかね、この色がね原色すぎるのかな。原色なカラーリングすぎる。もうちょっとこう なんていうのかな、もうちょっと暗めに、暗めもうちょっと落ち着いた感じにしないといけなかったのかもしれないですね。なんかカラーリングがすごい明るすぎる。ハイカラしてますね。何今のちいちゃん、誰も何じいちゃん、ちょっとこれ俺の動画だから、ちょっとなんか誰の曲か分かんないけど、よし、あとは固めるだけなんで、ね、あ、そうなの、うん、まだ作品できた？じいちゃんのレジン作品が今固めてる。そうなの？できたら見せてね、みっちゃんに見せるんだよ。こんな感じですね。まあちょっとね、色がね、より影をねこうつける、この色のところがね、ちょっとね、あんまね色味がちゃんと出ないで、まあ、ちょっと濃いめに描いてます。ちょ、ひーちゃん
どうしたの？タバコか。なんか音楽聴きながらタバコを吸ってるんで、僕の呼びかけが聞こえないみたいですね。タバコなんかね、何にもいいことないのに、いつまでも吸ってますわ。しーちゃん、しーちゃんまだタバコ。まあでもしーちゃんもね、タバコをね、本当は8ミリか9ミリぐらいにしてたんですけどね、1ミリまで下げてくれまして、でももう一もう一息なんですけどね、しーちゃんも、まあ、今すぐやめててくれっていうのは、なかなかやっぱタバコをね吸ってた、僕もとも吸ってましたから、線を足していきます。ちょっと濃いめの線をね足していきます。まあ、そういうのがなかなか難しいのは分かるので、理解できるので、まあ、まあ、期間1年ぐらいの猶予を与えてですね、その期間の間にやめてもらえるように。促しております。まあ、それにさらにやめるんだったら、まあ、鶏肉ぐらい、それぐらい食卓に出るようにしてくれというしーちゃん、あるいは僕からも、しーちゃんがじゃあタバコをやめる代わりに、じゃあなそういうふうな話、はい、ファイルサイズがいっぱいになってるのでここからまた書いていきますという形で、しーちゃんがねタバコをやめられればいいかなと思ってますね。そういったね、やめる代わりにじゃあこういうふうなものがどうですかっていうね、一回ね本当にもうやめるなんて無理っていう風になってましたね。ただ今また禁煙の禁煙するための努力、まあとりあえずそのミリ数を下げるとかで1ミリまで下げるってことところまではなんとか連れてこれました。まあ、ただ僕もねタバコ吸ってたので、その禁煙っていうのがすごくその無理だろうっていうふうに思うぐらいのものであるっていうのは知ってます。だそれでも僕はその禁煙したので、そういうふうに嫌だと思いながらも無理だろうと思いながらもね、なので不可能なことではないと、気持ち次第ですね。やっぱりの話に戻りますけれども、僕はまあ米をねよく食べるんでね、米って一粒一粒いっぱいあるでしょ。だから一口食べるにしてもたくさん食べるわけじゃないですか、米粒というもの。なのですごく細かい、たくさんの物質を食べるので、よりその価値観の人間関係っていうのもその米粒化していくかのような価値観というものをですね押し付けられているような価値観、その感覚の中にいるんですけれども、まあそれでよく比喩されるのがムカデですね。まあ足というのを人間関係やら何やらの一つというふうにじゃ捉えるんだとして、足ね、自分の足がかりとなるもの、まあそういったところで人間関係がその一つだとして、米粒、そんな風に米粒一粒一粒そんな取り入れてると、人間関係もムカデのようにたくさんの足が、で米粒なんか食べてるとそういうものの一つ一つっていうのがなんていうのかな、こうより集合体、なんていうのかな、見識としてもうすぐ一般人化というのがいいのかな、民衆化、なんていうふうに表現すればいいのか分からないですけどね、
より公の中のにこうまどろんで、そのなんていうのかな、そこに溶け込んでいくイメージなのかな。そういうところっていうのをムカデやらなんやら、そういう米の一粒になんかなりたくない、俺はオンリーワンだ、私はナンバーワンですみたいなことを思ってるやつだからすると、米粒なんか絶対食べたくないと、なんかオンリーワン的なものが食べたい、だから炭水化物はいりませんみたいな、そういう感覚の人たちからするとそういうふうに思うのかもしれないですけど、それがちょっと僕にはそういうその価値観をこう、その価値観っていうものを見出して、そういうふうに思いながらっていうふうに言われてもちょっとあんまりこうピンとこない。自分の体に取り入れるもの、自分の細胞になっていくものなのでね、食っていうのは。なのでその理屈としてはまあうまいことそこにこう合わせられなかったと思うんですけど、なんだろうね、あんまりそういうふうなことに対して、それに対してそれがイコールなんていうのかな、例えば競争だとかって、競争だとかに対して、競争だとかなんかそういうものがあるとして、そういうものに対して仕入れなくなるとか、なんていうのかな、スペシャルなものではなくなるとかいうのがちょっとよく分かんないですね。僕はムカデだとかね言われてもね、米をいっぱい食べてるやつがいろいろな人といろいろコミュニケーションを図ってるとムカデになる、そういうふうな先入観もあった上で、そういうふうに、その、それを、そういうふうなもんだよというふうに言ってるかっていうのは、言ってるんじゃないか、強要してるんじゃないかなと思いますね。まあでもまあ、そういうふうな観念があるっていうものは分かりますよ。分かりました。分かりました。分かってなかったようで、それも含めた上で、やはり公ね、公だとか大衆だとか、そういったそれこそ民意だうんぬん言ってたりしてる人間が、例えば米を食べてないだとか、政治うんぬん保守だなんだ言ってる人間が米を食べてない、米はいりませんって言ってると、こんなあべこべの話じゃないのでね。なのでそういう自分の倫理観も含めた上で、ただだからといってこういうものを作ってる、こういう風なものっていうのはどちらかっていうと、それこそ特別性に富んだものっていうのがどちらかというと求められると思うんですね。なので、そういったものには冷えてていないんだというふうに言われると、なんかちょっと尺に触りますね。ということで、まあこのような感じで色をつけました。ちょっとね、なんか物足りないんだな、これにね、ちょっとねラインをつけたいかな。ただね、ラインつけるって言ってもね、こ縦縞か横縞だとね、まるで囚人みたいなイメージだけどね。ただまあみなしごの話なんで、孤児の話なんで、なんか近しいっちゃ近しいんですよ。でも横大事にはしたくないな、こうだからちょっと縦ってのも違うしな、水玉も違いますよね。だからちょっとなんかにじませたいな、このなんかこう色合いに、なんかこうもうちょっとなんかいい感じの、そのムカデだとか米だとか、米を一粒一粒食べてるから、その米の一粒の一粒みたいな感じになっていって、それで物をよく覚えられなくなって認知症になっていくみたいなね、よくわかんないですよね。まあでも本当そういったものってのは科学的に立証されて、米を食べると認知症になっていくっていうふうなそういうのは断りやる仕組みっていうのが、もし科学的に発見されたんだとしたら、それは日本人みんな知った方がいいよね。日本人の皆さん、米を食べると認知症になりますよっていうことをね、多く広めてくれる科学で立証されましたみたいなことを言う人が突然ポッと現れたとしたら、どのように科学的にそれを立証できるんですかっていうことをぜひとも聞きたいものですね。まあまあとりあえずこんな感じで、まあね、ちょっとだからね、まあそうですね、なんか服がね、ちょっとね、なんかちょっとね
もうちょっとなんか足したいんだよな。どうしようかな。でも足すたちね。何足すかな。変なものは足したくないしね。でもちょっとラインをつけるか。ね。ああ、ちょっとこれは色違うね。むしろこれ。この色とかで、あ、逆にね、こっちの方がね、ちょっとね、そう、日本人はね、米いっぱい食べますからね、基本的に、まあ、日本人なんかみんな米食べさせて認知症みんなにみんな認知症みたいにしてカモリでもすればいいんだとかっていう人間たちが日本人のことをなんか言ってるとしたら、米は認知症になれますよっても教えないかもしれないですけどね。よし、オッケー。あ、まあ、LINE 入れたら、なんか、それなりに、こう、デザイン性に飛んで、なんか、こう、寂しくなくなりましたね。この、ちょっとね、やっぱね、無地のデザインっていうのも、すごくいいんですけど、多少ね、ちょっとそれだけだと寂しいなっていう風な、ちょっと、まあ、ちょっと、できた感じだと見て思ったので、多少ね、こういうなんか、うん、これぐらいがいいですね。であとちょっとこの辺ね、腰回りかな。うん、この辺の質感っていうのをちょっとかけたいな。あんまごちゃごちゃしすぎてるんだけど、これぐらいのね、ちょっと色合いでこの辺の区別というものをちょっとつけたい。 OK かな。どうでしょうか。まあ、こんな感じでできましたね。うん、ちょっとね白がね、ちょっとこの辺ちょっと色は入れないんだけどな。紙にねこの色とかつけるとあれだからね。これ例えばこう2人でこうあ2人でですね、このようにポージングを決めた時にちょっとなんか恥ずかしいな、気恥ずかしくなってる感じをちょっとこう、例えばこうこれを写真で撮るからポーズ決めてみたいなさ感じになってとして、ちょっとそれに対してちょっと気恥ずかしいけどちょっと仲良くしてる感じに移りたいなって時にちょっとこう恥ずかしくなるじゃないですか。その感じをこうちょっと顔に出してるね。こういうことするとちょっと BL 感が出ちゃうのかな。まあまああんまり濃くしすぎね、濃くし薄めでちょっと濃くしすぎたから、まあまあでもいいや、これがねちょっと濃いかな。まあまあいいかな。まあまあ大丈夫だ、大丈夫ですね。しーちゃんちょっと来て、じゃあ完成だから来て。ちょっと待ってよ。うん、何やってんのしーちゃん。まあ、タバコ吸ってるでしょ。うん、ちょこっち優先して今これすぐ終わるから、これほらこれもうこれもう時間終わったらすぐこれ完成したよっつって、これもう編集してすぐあげるから。また編集するのにすげえ時間かかるんだから、これ全部それも一人でやってますからね。 OK、 こんな感じですね。 OK、 そしたら今せいちゃんちょっと時計貸して、時計ってか、まあ、ちょっと待って、これちょっと時計、これ、まあ、これあと1時23分ぐらいですね。ね、これ1時25分、9月18日金曜日ですね。これ1時25分っていうのはこれ AM1 時25分です。 PM じゃないです。 PM の場合だとね13時ってこれ表示されるんですね。まあでもそんなん言ってもそれは本当証拠あんのかおめえ、PM じゃねえのかみたいな感じで言うやつがいるかもしれないので、世界時計の載ってる携帯の方にしますね。
これ世界でですね、いろんな国の時計ですね、ありますね、時計、大阪もありますね、まあ、いろんな場所、地域の、そうですね、これの、あれ、あ、ちょっと、どうしてだった、まあ、例えば、東京にすればいいのか、ね。東京が1時26分、でまあ、午後だった場合これ21時っていうふうに表示されてるんですね、まあ、これ見れば分かりますよね。なので1時26分、ね、1時こっちは27分になりました、26分、こっちも27分ですね。なのでじゃあ27分で書きましょうか。いやもう厳密に言うと27分より前に書いてますね、うん、9月18日の2020年のね、9月の18日の、こっちなくなっちゃってこれ、の今28分ですけど、さっき27分だったんで27分って書きますね。で、ね、こういうふうに咲いた花の、よし、OK、で、まあ一応まあちょっとね、もうちょっとこう前に、ね、雪が降ったりするんでね、この冬の感じはね、ちょっともうちょっとこれでシャボン玉みたいだな、これシャボン玉みたいにするとちょっと儚いイメージになっちゃうんで、ちょっと言ってないんですね。まあなんかその毎回毎回そういうような皮肉やら比喩やら揶揄やらですね、僕の一つ一つのことに対して、例えば米ばっかり食ってるから認知症だとかムカデだとかいうふうなところで言うと、ドクターワイリーとかって言われてますね。ロックマンのキャラクターでロックマンの敵キャラを作ってる総ボスっていうのがですね、ドクターワイリーって言うんですよ。でなんかドクターワイリーだ、こんなやつはドクターワイリーだ、なんか悪いロボットいっぱい作ってる総本山だと言ってるような感じで、こうバカにされてるような感じなんですよ、感覚の中。はい、ということで、完成しました冬に咲いた花という、過去に書いた小説のオリジナルキャラクターのベネとビートです。この感じで完成しました。まあちょっと話しながらやってちょっとね、今回あんまうまくいかなかったですね。ただまあ2人書いたんで、そうですね、まあ、全身書いてるんで、まあ、こんな感じかな、うん、もうちょっとね、気持ちね、もうちょっとこう、腰を入れて、こう、しっかりした感じで、こう、しっかりしたタッチで、こう、できればよかったんですけど、ね、ちょっと、ね、今回、あんまうまくいかなかったですね、こう作品としては、ちょっと、自分としては、もうちょっといけたんじゃないかなと思いました。ということで、はい、じゃあちょっとあれですね、はい、これは冬に咲いた花のベネとビートです。どうですか、ヒーカー。いいですね、全身かけるのって私かけないんで。そうなんですか。いや、シーちゃんもかけるでしょ。シーちゃんのゲームを今度紹介しよっか。いいですいいじゃない、こういうなんかこう男の子のこう組み合わせっていうのは結構、男同士の組み合わせが結
ちょいちょい、何を言うの何暴露してんの。まあ、わからないで、まあ、ということで今日も、まあね、本当に今日はもう腹が出ちゃってしょうがない。見せないよいつカジノはね、まあ音としてはですね、箱なりの、まあ、話もそうだけどね、箱なりのちょっとこれちょっとこの何て言うのかな、うん、この箱なりの感じが好きだったら好きなんですよね、この音は。僕もすごく気に入ってるんですけど、気に入ったんですけど、こう、こうですね、もらって、5月にもらって、こう、ちょっといろいろ弾いてね、うん、試してみて。まあ、でも、そうだね、レコーディング、僕がこう作る感じのサウンドの、僕がこう、こういう曲作りたいなっていうサウンドを作るときに、あんまり、この音色、全然使えますけど、こういう風にしたいなというのよりはこれに合わせて作った感じですね。このサウンドに、サウンド感に合わせて作れなきゃならない。僕が作りたい、僕がこの音をこういう風な感じを作りたいなというのに合わせやすいかって言ったら、これ結構限定されてくる、限られてくるんじゃないかなっていう感じですね。いろいろ前回のした灰色みたいな曲だとか、ああいう曲のちょっとリフがね重めだったりすると、ちょっとあまりこの箱なり系はあまり合わないかもしれないですね。確かにこれアコースティックな、こういう風なギターを使ってみたいな感じのですね。今のフロントラインというところですけど、こういうふうなアコースティックギターみたいなものを使った上で、それに合わせてちょっとこういうエレキも足してみようかなっていうので、この箱なりサウンドは結構合うと思います。とか、まあ、その曲によりますね。でもまあ音とか選んでくれたんで何かに活用したいと思いますということですね。でも話せないですね。まあ、とにかくこれが完成しました、今回ね。ルームとルート、ね。まあね、今回、オリジナルキャラの、オリジナルキャラでは初めて、オリジナルキャラですか、過去に作った物語のオリジナルキャラでは初めて、この動画量では、載せましたね。今書きました。ということで、流れてしまいましたので、コメントをお伺いしたいと思います。夜もね、遅いんで、寝ましょうね。僕は寝ないんですけどね、この編集しますまあ時間が今これ1時ちょい過ぎだ、1時半ぐらいか、もうまあでもどれぐらいかかるかって言ったら結構かかるんですよね。だからこれ YouTube、 これ YouTube にあげますけど、 YouTube に上がった頃に編集が終わってるってことです。編集に終わって YouTube に上げて、 YouTube で処理が終わってアップロードが終わる、これまでに時間がどれがかかるかっていうね、結構かかるんじゃないかな眠いな、うん、眠いですね。はい、ということで、はい、今回はこの辺で、皆さんまたごきげんよう、さよなら。ごきげんよう、さよなら。どうもありがとう、長くね、こんなに長くなっちゃいましたけど、出てしまうね、これもこれも30ストロと天ぷらうどんが入った、天ぷらうどん天ぷらうどんの作業、今これ書いてる作業に消化されてる。はい、ということで。
げえよ。あ